日本福島県藍津若松市大町大町は福島県藍津若松市の町。ここでは、大町の歴史と現在の大町1丁目、2丁目についてそれぞれ記す。郵便番号は965-0042。藍津若松市市街地の中部から北部付近にかけて位置しており、新名取付近から藍津若松駅近くまでが町域となっている。また、地区内を 野口秀代青春通り、大町通りが従官するように通っているほか、町域の東側を国道118号、国道121号、国道401号が通っている。中央通り、大町通り、野口秀代青春通りの沿道には商業施設などを含めた様々な建物が建つ。町内を通る野口秀代青春通り、町内は様々な建物が建つ。 市街地になっている、藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置し、周囲の地域とともに、藍津若松市の市街地の一部となっている。東は中央、西は七日、町、上北町、南は堺町、中町、日清町、北は駅前町に接する。また、町域南部が大町一丁目、北部が 大町二丁目となっている。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。現在の大町札の辻付近を大町札の辻があったことを示す。非中世、当時現在の会津若松市付近は足なし黒川城の城下だったが、すでに大町の町名があったとされている。その後江戸時代に入ると、大町は若松城下の町となった。 また、当時、現在の大町付近には、大町、原の町、高野町、北高寺町、道場高寺町などがあった。各町の外洋大町、大町は若松城下の城郭外北部、当時の上町に属する町で、大町口の角門から北方向に向かう幅島あまりの通りであった。そばで町として、和幸町、二の町、三の町、四の町、 道場工事長があったとされ、大町の内後の町から北を、大町名古屋町と言ったとされている。大町は、ガム宇治里により収められていた文禄元年に移転されており、それ以前には、若松城郭内にあったものが、若松城郭内に移ったとされている。当時の若松城下において、商業の中心地で、刀鍛冶荒物屋、茶屋、油屋、 絹布の屋などをはじめとする店があったほか、通りは若松城下の中心的な通りとして賑わった。加えて、当時7日町、和ず町方面へと向かう道路が分かれる辻に、考察場が置かれ、これは、札辻と言われた。札辻は、若松城下から各地に向かう街道の起点で、当時の主要街道であった合図五街道も、札の辻を起点としていた。 原の町原の町は若松城下の城郭街北部、当時の下町に属する町で、原の町、原町とも書いた幅島の通りであった。北側は道場工事町、南側は高野町に接しており、町名はかつて一面に吉原が存在していたことによるとされている。高野町高野町は若松城下の城郭外北部、当時の下町に属する町で、北側は原の町、 南側は七日町に接する幅島の通りであった。町名は、今垣が多かったことによるとされ、かつては荒野、その後になると主などの職人が多くなったとされている。北工寺町、北工寺町は若松城下の城郭街北部、当時の下町に属する町で、老町の北側に続く幅島の通りであった。北高寺四谷の地名も見られた。 道場工事長道場工事長は若松城下の城郭外北部、東側の半分は当時の上町に、西側の半分は当時の下町に属する町で、北側は大町名古屋町、南側は原の町に接していた幅3県の通りであった。町名は東馬道場に近かったことや、久保道場があったことなどが由来とされており、もともと閣内にあったとも見られている。 明治に入ると、江戸時代からの大町地域などを中心として、大町和幸町、大町二の町、大町三の町、大町四の町、大町立町、大町二の盾、大町三十四の盾、大町元の町、大町名古屋町のそれぞれ大町を冠した町名となる。また、百八十九年まではそれぞれ若松を冠しており、若松大町和幸町、 若松大町立町、若松大町名古屋町などの町名だった。その後、1889年に町村制の施行により若松町内の町名となり、1899年には若松町の市政施行により若松市の町名となる。加えて、若松町役場、若松市役所が大町和幸町に置かれた。また、明治時代に石上文、 戦国長文のそれぞれ一部から石堂村が誕生する。石堂村は英和村、長北村を経て、合津若松市の一部となり、後に一部が大町一丁目、大町二丁目の一部となる。現在の中央通り1944年の新名通り開通などを経て、1955年に若松市と高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、 大戸村、港村が合併、藍津若松市となったため、大町は同市の町名となった。その後、1967年には、大町周辺などを含めた藍津若松市の住居表示が実施される。これにより、大町1町目と大町2町目が誕生し、上記のうち大町県の町の町域に加えて、大町盾町、大町2の盾、大町34の盾、 大町名古屋町、七日町、町、高野町、京林寺町、北高寺町、道場高寺町、町北町大技、石堂のそれぞれ一部が、大町一丁目、大町二丁目の町域となった。その後、工日の大町土地区画整理事業が実施され、大町盾町、大町二の盾、大町三十四の盾の町域に加えて、大町和幸町、大町二の町、 大町三の町、大町四の町、大町名古屋町、馬場か五の町、町北町大技、石堂のそれぞれ一部が、新たに、大町一丁目、二丁目に編入された。また、大町和幸町、大町二の町、大町三の町、大町四の町、大町名古屋町の一部は、中央一丁目、中央二丁目となった。 大町土地区画整理事業土地区画整理法の規定に従って、会津若松市が施行する土地区画整理事業で、事業名称を会津都市計画台町土地区画整理事業という。事業は、大町2の町、大町3の町、大町4の町、馬場カ5の町に加えて、大町和幸町、大町立てて、大町2の立て町、大町34の立て町、 大町名古屋町、馬場名古屋町、馬場四の立町、甲賀町、白古町、町北町大技、石道、一気町大技上古街、道町大技八,八幡のそれぞれ一部を対象として行われた。この事業により、中央通りの整備が行われたほか、公園の整備、下水道の整備なども同時に実施された。新名通り中央通り、新名通り、大町通り、 野口秀青春通りに加えて、長域西部の指導で合図乗り合い自動車によるバスが運行されている。また、街中周遊バスとしてそれぞれ、ハイカラ山、赤部へと名付けられた観光向けバスも運行されている。系統をお待ち通り通り。ありがとうございます。